皆さんこんにちは。フルトーク第2弾ということで、今日はサッカーについてと、なんで利尻島に今いるのかというところをお話ししたいなと思います。まずビールを飲みながら、皆さんもよかったら一緒に。お疲れ様です。まず私がなでしこリーグでプレーしていたのが2年半前が最後かな。なので少しタイムラグがあるんですけど、まあ、そのなでしこリーグ、女子サッカー選手の現状というか、どういう生活をしているのかをざくっとお話しして、それから今の私がやってることを、なんでこういうことやってるかっていうのを話したいなと思います。女子サッカー選手っていうと、結構プロだと思われてるかもしれないんですけど、まず9割くらいの選手はアマチュア選手です。で、アマチュア選手なので、だいたいスポンサー企業さんに勤めさせてもらって、日中は仕事をして、で仕事が終わったら練習して、で週末に試合っていうサイクルが一般的かなと思います。私も選手をやってた10年くらいはそのスタイルで、チームによっていろいろ細かい部分は違うんですけど、まあ大まかな収入は企業さんで、働くことによっては輝いる、働くことで収入を得て生活してるっていう感じですね。で、そうだね、で、私は23歳の時に一度現役を引退してるんですけど、その時にいろいろ感じたことがあって、引退した時まで、引退するまではスポンサーさんで働かせてもらっていて、でその時もその働かせてもらってるありがたさっていうのを感じながらやってるつもりではいたんですけど、実際に、その選手を離れて、スポンサーさんを離れて、自分で仕事を探して働き始めた時に、やっぱり身に染みて、その周りに支えられてたっていう部分だったりとか、まあ、サッカー選手であったからこその環境っていうのをやっぱり実際に経験して、さらにすごく恵まれてたなっていうのを感じたし、それと同時にサッカーを取ったら何が残るんだろうだったりとか、サッカー選手っていう肩書きがなくなった時に、じゃあ自分が何ができるかっていう部分ですごく考えさせられたタイミングでした。で引退して1年後にまた現役で復帰したんですけど、その頃くらいからいつか海外に行きたいなっていうのをずっと思っていて、その海外に行きたい理由っていうのが、まあ、プレーをするっていう、サッカー選手として行くっていうのも考えながら、でもやっぱり知らない世界をもっと知りたいっていう部分、やっぱりサッカーの世界でずっと生きてきて、でそのまま他の世界というか、
まあ、他の職業だったり他の国の文化だったり働き方だったり教育だったりいろんなものがあると思うんですけど、それをいろんなことを知らずに自分のセカンドキャリアを決めるっていうことの怖さをその一度引退した時に感じて、でそれが理由でいつか海外に行きたいなっていうのを思っていて、で実際に去年オーストラリアに行ったっていう感じです。長い間そのサッカー選手、サッカーに関わることをしていて、で多くの人に言われるのは、サッカー現役引退したらコーチになるんでしょうとか、まあ、そのままなんだろうな、まあ、スポーツに関わるようなことをしたらいいんじゃないのっていうふうに言われるんですけど、まあ、そういう道もあると思うし、みんながみんなコーチになりたいとかっていうわけじゃなくて、もっと裏方の方の仕事をしたいなっていう人もいれば、全く違うことを挑戦したいなっていう人もいると思うので、そうですね、なかなか選手のうちにその次何をしたいかって考える余裕は私自身もなかったので、なかなか難しい部分ではあると思うんですけど、でもおそらく常に不安がある状態ではあると思うので、まあそういう人がもしいれば、まあ、自分が今やってることとか引退した後にやってること、まあ一つの参考として、まあなんか変なことやってるなと思いながら見てもらえたらなというふうに思います。で、そうだな、そう、私が海外に行った理由っていうのが、そこのもっといろんな世界を知りたいっていう部分で、まあ語学にも興味があったので、それを実際に体験できる場所で、そうだな、サッカー選手っていう肩書きを置いて、藤田希美、私自身で何ができるかっていう部分を挑戦したいなっていうのがあって、本当に一人でエージェントとかそういうのも何もつけずに頼らずに頼まずに自分で行って全部やってみて、まあ、その大変さを知りたいっていうのも含め行きました。で、それで1年目無事にセカンドビザっていう2年目滞在できるビザを取ったんですけど、で本来まだオーストラリアにいる予定だったんですけど、この状況でなかなかいるのが難しくなって、で当初考えてたのはオーストラリア滞在した後にまた違う国に行って、またいろいろやりたいことがあったのでそれをやろうかなって思ってたんですけど、まあ全部計画が思い通りにならなくて、でまあ日本に帰ってきてどうしようかなって思ってる時に、本当にこれをこの今の漁業の利尻島での漁業の仕事っていうのは本当に一般的なっていう言葉が合ってるか分かんないんですけど、自分でインターネットで調べて、いわゆるリゾートバイトのサイトで調べて、でこの仕事を見つけて、で本当に直感的にここに行きたいと思って来ました。でやっぱり日本でも知らないことっていうのはすごくたくさんあって、本当にやったことない職業をやってみたいっていうのもあったし、まあ、いつかもう一回そのコロナの影響がもう少し世界的にもいい方向に行ったらまた海外に行きたいなっていう思いがあるの で、そういうのを含めた中で今のそのそういうのを含めた中で
派遣社員だったり契約社員だったり、その短期の仕事っていうのが自分の今、自分の今後やりたいこととマッチしているので、その働き方を今はしているっていう感じです。なので別に誰かのコネで来たわけでも、誰か知り合いがいてここに来たわけでもなく、ただやってみたいっていう部分、あとはこの離島の大自然の中でここに住んでる人たちがどういうふうに働いてるのかとか、子どもたちがどういうふうに、まあ、スポーツだったりとか勉強だったりとか遊びだったりとかやってるのかなっていうのを見てみたくて、でここに来たっていう感じです。で、はい、おそらく皆さんが想像してるそのまあサッカー選手の引退後の生活っていうのは、まあ全く違うのかなというふうに思うんですけど、自分自身はその何個もやりたいことが今あって、そのうちの一つを今やっていて、でさらにまた何ヶ月後かとか何年後かにまたやりたいことがあって、それに向かって今、まあ、お仕事しながらやってるっていう感じです。うん、やっぱりその働い選手である時っていうのはチームだったり企業さんだったりにある意味守られて、生活してるっていうのはすごく感じてて、言葉が合ってるかどうか難しいんですけど、やっぱりサッカー選手っていう名前で、ある程度なんだろうな、働く場所をもらって、サッカーする環境をもらって、で見てもらうお客さんも知ってもらっにも知ってもらえて、でそうですね、チームの広報の方が自分たちのことを宣伝してくれてっていう環境があって、それが今一切なくなった状況で、自分でいろんなことをしなきゃいけないっていうのを、いろいろ試行錯誤しながら、自分で自分自身をこう宣伝するというか、自分で自分自身を知ってもらうためにいろんなことをするっていうの挑戦中という感じです。今利尻島で働いて、働かせてもらって、でいろいろ気づくことがあるんですけど、その中で一つ最近の出来事で言うと、職場の人に私の履歴書を見た時、すごい転職の回数が多かったの で、その転職っていうのが移籍に伴って職場も変わるっていうのが、まあ今の女子サッカー大体だと思うので、それで移籍に伴って仕事が変わってて、でそれを見て、あこの子多分すぐに辞めるよっていうふうに思ってたって言われて、で、まあ、そういうところいじってもらえるのはこっちとしてもありがたいんですけど、でそういうふうに、あそういうふうに思われるんだなっていうのも感じて、で選手の時にその履歴書に職歴がいっぱい載るから移籍したくないなとか、そういうのはおそらく誰も考えないとは思う部分で、でもそうですね、やっぱりそういうふうに思われるっていうこと、サッカーを一生懸命やって自分が新たな成長を求めて新天地に行くっていう思いを持って移籍をしてる選手が多いと思うんですけど、それとともにやっぱり履歴書っていうものには職歴が必然的に多くなっちゃうので、
そうですね、それで移籍するなっていうわけじゃないんですけど、まあそのもどかしさはありますね。自分のサッカー人生のためにいい方向に行くために選択したものが、うん、いざ自分にサッカーがなくなった時にそういうふうに、そうですね、思われる可能性もあるんだなっていうのを、なんだろう、今ちょっともどかしいなっていうのもありながら、まあでも、うん、これはね、なんともできないものだと思うんですけど、っていうのがありましたね。はい、何でしたっけ、今ちょっと知り合いの方が嬉しいものを持ってきてくれてっていうのが、この前、そう、地元の、地元じゃないな、利尻の子供たちに、子供たちとサッカーを一緒にしたんですけど、その時の子たちがこんな色紙を書いてくれました。嬉しいですね、こういうの。そう、この話をすると、そうですね、私自身は、まあ、コーチっていうものにあまり興味がなくて、現役の時からなんで、教えるとかはなかなか得意じゃないんですけど、まあこういう島でもサッカーしてる子たちがいたりして、で人とのつながりの関係でお邪魔させてもらって、で子供たちと、子供たちに何も教えてあげることはできなかったんですけど、まあ、質問に答えたりとか、私も質問したりとかして、うん、いい時間を過ごしました。あのインスタグラムで質問を募集した時に、何を目指してるんですかとか、今の肩書きは何ですかとかっていう質問もあったんですけど、なかなかいい答えが見つからなくて、でも何を目指してるかっていう部分で言ったら、うん、今はその現役選手として見てる人とかを喜ばせたりとか、元気にしたり、元気づけたりっていう部分ではなかなかね、プレーでそういうことはできないんですけど、まあ、人をそのハッピーにするっていう部分では別に今でもできる、それはできることで、それをしたいなと思って YouTube を始めたりとか SNS を続けてます。まあそんなに面白くないかもしれないんですけど、まあ、今私がやってることとかいろいろ挑戦してることを見て、なんか少しでも皆さんの何か、なんだろうな、皆さんを元気づけられるようなことがあれば嬉しいなっていうのと、あとまあこういうのを通して女子サッカー、サッカー全般に興味を持ってくれたらいいなと思ってやってます。で、そうだな、これから何をするんですかとかっていう質問も結構あったんですけど、まあ、まずはそのいろんなことを学びたいっていうのが一番大きいの で、それを自分の目で見て、その SNS を通してとかテレビを通してだけじゃなくて、自分自身で足を運んでそれを見て、いろんなことを感じて、で行きたいなっていうふうに思ってるところです。でその何を見たいかっていう部分なんですけど、まあ、すごくいい景色とか綺麗な景色とか、なんだろうな、世界遺産だとか、まあ、そういうのも見たいなとは思うんですけど、そういうのだけじゃなくて、やっぱり現地の人の生活だったりとか歴史だったりとか、あとはその国の政府のあり方だったりとか、国のなんかルールじゃないな、国のルールかだったりとか、あと
教育だったりスポーツだったりいろんなことを実際に目で見てみたいなっていうのはありますね。それもそうだな有名な地域だけじゃなくて本当にいろんな地域っていうのはやっぱり日本はすごく恵まれてる、いろんな意味で恵まれてるなっていうのは思うので、でその一方でそういう私たちが当たり前にやってきたこと、例えば、まあ、学校に行くだったりとか食べ物を食べるだったりとかっていうのができない子どもたちがいるわけで、でそういう部分の勉強ももっとしたいなっていうふうに思います。なので、まあ、具体的に今これから何をするっていうふうにはなかなか言えないんですけど、まあ、これからもこの YouTube だったりとか SNS を通して見たことだったり感じたことを伝えていければなというふうに思います。ということで今日は、女子サッカーの現状と、あとは現役を引退した女子サッカー選手は何をしているのか、で何を感じているのか、またなんで利尻島にいるのかっていうことを話しました。まあ、なかなか話すのが得意じゃないのでうまく伝わったかどうかは分からないんですけど、これからもゆるくお話をしていきたいなと思います。たまにビールを飲みながらっていうことで今日は終わりです。ではさようなら。